皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。夏に私田植え機に乗って田植えをした YouTube 動画を上げたんですけど、見てくれましたでしょうか？見てない方はぜひこちらの動画チェックしていただきたいなと思うんですが、はい、その時に植えたお米がじゃじゃーん、こんな感じでつや姫のお米として販売することになりました、はい、私ですね、山形県のつや姫観光大使というのをさせていただいているのもあって、皆さんに、お米のなり方であったり食べないような人たちもたくさんいるので、お米の美味しさ、そしてつや姫の美味しさっていうのを伝えたいなと思って、よそべえさんっていう農家さんから、その田んぼをご提供いただき、田植えを始め、から約2ヶ月の田んぼです。7月の田んぼさんです。青々と美味しい成長しております。収穫まであと3ヶ月くらい、9月10月、あっという間だね。管理もお願いして、収穫に至り、こういう風にパッケージ詰めまでできるようになりました。で、収穫稲刈りの時はですね、ちょっとタイミングが合わなくて、田植えの時に一緒に作業していただいた中村はしごさんが稲刈りやってくださって、なんとか形になりました。今回このお米をこういう風にふるさと米という名前をつけまして、皆さんのお手元にぜひ届けれたらなという風な形でこういう風にしました。こちら、まだちょっと仮の形なので、もう少ししっかりとした印刷をされる状態にはなるんですけども、なんでふるさと米にしたかというと、今こういう風に私の裏にあるこの茅葺き屋根のね、素敵な置物がありますけど、そしてこの印刷されたこちらは私の家になるんですが、私の住んでいる鶴岡市、山形県鶴岡市田麦又というその地域を守るために田麦の里という名前で、お兄ちゃんと今年キャンプ場をプレオープンさせたり、この茅葺き屋根を守っていくために今いろんな活動をしている中で、こちらのお米がこのふるさと米として皆さんに食べていただいて、こちらの売り上げですね、もう私に入るこの売り上げ全ては田麦又のために使っていきたいなと思って、ふるさと米という風に付けさせていただきました。なので普通に買うより少しお値段はするんですけども、ぜひ皆さんのお気持ちをこのお米とともにいただけたらなという風に思うのと、あとこちらポチ袋になります。合算和紙で作られたポチ袋もついているセットがございます。で、後ろにこういう風に茅葺き屋さんのマークと、あとこのサクっていうね、マークがついているんですが、合算和紙はこう山形県で作られている和紙になるんですけども、これを作ってくれてるのが私のおばさんにあたる方が作ってくれています。で、このサクっていう字も、私の家の屋号がサク左衛門なんですけど、そのサク左衛門を今和紙の方でおばさんが使ってくれてて、なかなか若い人の手元とか、若くなくてもなんか障子だけとか使い道限られてるんじゃないかっていうところを、こういう風ないろんな形に、いろんな色に、いろんなデザインにして、皆さんに和紙の良さを知ってほしいな、合算和紙を守っていきたいなというふうな思いで活動されている方なので、こちらつけたセット、お米とこの和紙のポチ袋がついたセットをご準備しております。現
在このセットはよそぺーさんのオンラインで購入することができます。まあ、お歳暮という形でこのポチ袋をお年玉入れるためにとかね、あのぜひ活用していただけたらと思いますし、大事な方にお歳暮という形でぜひ送っていただきたいなという思いもあります。まあ、ありとあらゆる形を持って、鶴岡を PR したいですし、山形を知ってほしいですし、そしてたまぎまたを守っていけるようにこれからも頑張っていきたいと思いますので、ぜひ皆さんお米の方も、そしてたまぎまたの方も今後ともよろしくお願いいたします。ということで今日はつや姫完成したよっていうお知らせの動画でございました。ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。